今回はうちのお店でも人気のメニュー、鶏マヨのレシピを紹介します。鶏の唐揚げとマヨネーズソースを絡めるだけなので簡単にできて美味しいです。マヨネーズソースも家庭にあるもので簡単に作れるのに美味しいレシピです。それにご飯との相性も抜群なので、お子様や働き盛りの旦那様に喜ばれること間違いなしです。それでは作っていきましょう。まずは鶏もも肉の下調理をします。皮と身の間にたくさんの脂肪がついているので取り除きます。この脂肪が残っていると臭みがありまずくなりますので必ず取り除きましょう。内側の真ん中ら辺にある軟骨も口に残るので取ります。下の方に白い筋があるのもなるべく取ります。皮の下にある脂肪を取ります。だいたい両端に脂肪がついているので必ず確認して取り除いてください。今度は真ん中にある軟骨を取ります。他にも黄色い脂肪があるところや小さい軟骨があればできるだけ取るといいでしょう。鶏肉の下処理は少し面倒かもしれませんが、しっかりと取っておくことが大切です。白い筋も取っておくと肉が柔らかくなります。簡単に切れ目を入れてもいいでしょう。下処理の映像が長くなってしまいますが、ここは大事なポイントなのでそのまま流していきます。大体取り除くことができたら、鶏肉を開いて肉の厚さを均等にします。厚みがある部分をそぎ切りして開いていきます。開いていてまた脂肪が出てきたら取り除きます。肉の厚さが均等にできたら食べやすい大きさにカットします。だいたいこのくらいの大きさにします。一
肉の厚さを揃えることで火の通りも均等になり、短時間で揚げられます。まだ少し厚みがあるところは切り込みを入れておきます。これで肉のカットができました。1枚の鶏肉から脂肪や筋がこれだけ取れました。これは捨ててもいいですし、冷凍にして集めておき、スープの出汁に使ってもいいでしょう。鶏肉に下味をつけます。醤油大さじ2強と紹興酒または酒を大さじ1で揉み込みます。生姜の皮を数切れとネギの青い部分をちぎって入れます。生姜はおろし生姜でもいいです。このまま10分以上漬け込みます。次にスナップエンドウの筋を取ります。下の部分を折り、そのまま筋を一周させて取ります。筋が残っていると食べた時に口に残るので必ず取りましょう。スナップエンドウをたっぷりのお湯で茹でます。沸騰したら塩を小さじ1と油を少し入れてスナップエンドウを入れます。だいたい1分を目安に茹でていきます。塩を入れることで色が鮮やかになり、油を入れることで旨味を閉じ込めることができます。茹だったら水で冷やしておきます。マヨネーズソースを作ります。マヨネーズ 80g に1大さじ1弱、砂糖大さじ1、醤油1滴、胡椒少量にごま油を1滴入れます。マスタードを小さじ3分の1入れ、よく混ぜます。これでマヨネーズソースができました。材料が揃いました。鶏もも肉1枚とスナップエンドウ6個、たけのこ6切れ、マヨネーズソース。このマヨネーズソースが簡単なのに美味しいのです。生姜とネギを外して鶏肉に衣をつけます。水溶き片栗粉を鶏肉が浸かるくらいまで入れます。小麦粉を絡めます。また水溶き片栗粉を足します。さらに小麦粉を絡めます。水溶き片栗粉と小麦粉を合わせてドロドロにした衣を鶏肉につけます。大体このくらいです。鍋の油を中央に温めて鶏肉を揚げていきます。大体130度から150度くらいのちょっと低めの油で揚げていきます。焦げ目から170度以上で揚げると一気に外側から火が通ってしまい、肉が硬くなります。鶏肉をちょうどいい湯加減の中に入れるイメージで油に入れていきます。半分以上入れると油の温度が下がってくるので火を少し強くします。
できるだけ一定の温度を保つようにして揚げていきます。だいたい3分から4分を目安に揚げます。揚げ始めは表面が固まるまで箸やお玉で触らないことです。表面がしっかりと固まってきたら少し混ぜて崩さないようにします。こんがりとした揚げ色になってきたら一度取り出します。今度は温度を少し高めにしてもう一度油に戻します。二度揚げすることでカリッと仕上がり油切れも良くなります。何度か吸い上げて空気に触れさせながら揚げることでさらにカリッとした仕上がりになります。このままタケノコも揚げます。スナップエンドウは茹でてあるので一瞬油にくぐらせる程度でいいです。これで揚げ上がりました。このまま唐揚げとして食べても美味しいです。マヨネーズソースと絡めます。先ほど測ったマヨネーズソースを全部入れます。しっかりと混ぜ合わせます。時間をかけて混ぜるとマヨネーズが唐揚げの温度で溶けて水っぽくなるのでできるだけ早く仕上げましょう。皿に盛ります。はじめに唐揚げで土台を作るように並べその上に重ねて盛り付けます。スナップエンドウとタケノコを彩りのバランスを考えて乗せていきます。最後に余ったソースを周りに垂らしていきます。今回は鶏マヨの作り方を紹介しました。
ふんわりとした衣の唐揚げに甘みのあるマヨネーズソースの相性抜群ですので、よかったらお試しください。このチャンネルでは簡単なまかない料理や本格的な中華料理を紹介しています。よかったら高評価とチャンネル登録をお願いします。リクエストなどがありましたらコメント欄にお願いします。それでは失礼いたします。